治療費のせいで今まで貯めたポイントはパー。これじゃ試験云々の前に餓死するわ。ああ、今すぐに私の美しさにほだされた誰かが現れて救いの手を。嘘。あの、お食事を持ってきたんですが、入っても。どうぞ。私って罪な女。え？エンドロスさんが困っていると聞きまして。だったら早くよ。確か男女の友情はないと言ってましたよね。ええ、ザハードの姫がそこまで断言するということは、普通にご飯を渡しても受け取ってもらえないと思いました。そこで。これに名前を書けって。書いてもらえたらこの試験が終わるまで僕らが毎日ご馳走します。ザハードの姫がそんな取引なんて。僕らもこれから毎日エンドロスさんと一緒にご飯が食べられたら嬉しいんですけど。え？ね、ハッさん。うるわしの姫君と食事を囲めるなんて夢のようだ。何それ。言っとくけど私スペシャルランチしか食べないから。貴様らから情けなど受けない。じゃあ勝手に飢え死にしろ。爆発。喧嘩は元気になってからしましょうよ。ほら、今日の日替わり、とっても美味しそうなチキンパイですよ。やりました。言った通りになったろ。マジありがとな。首の皮一枚繋がったぜ。この恩は忘れない。おい、作戦を考えたのは俺だぞ。口下手なてめえらのために台本まで作って。耳飾りに文才がないのはよく分かった。んだと？何が麗しの姫君だ。恥ずかしい。はあ、この望遠鏡侍。まあ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 、ここは素直にありがとうって言っとくところじゃないか。ふふん。恩に着る。聞こえない。ありがとうございました。苦しゅうない。クンさん、まさかハツさんに頭を下げさせたくてこの作戦を。まあまあいいじゃないか、夜。